What's up, guys? アーメイさん、エスさんです。お願いします。ここはどこですか？今日は渋谷に来ました。久しぶりですね、多分ね。いやー、やっぱ渋谷はいつ来てもワクワクしますね。これ来たの、あれぶり？ハロウィンぐらいぶり？ハロウィン以来ですね。あの、伝説の動画を残した。渋谷らしさっていうのはね、人がいないですから。そうです。渋谷の一番の魅力がないわけですね。まだギャルも駅前にちょろっとしか確認してないですよ、僕。ちょろっとは確認した。確認はしてます。でもこの辺もあれだよね、昔ね、撮影よくしてたもんね。してましたね。撮ったよね、散々いたよね、この辺。一番最初にさ、雑誌でさ、うん、オラオラ系の撮影をした時にさ、はいはいはい、マイク、うん、あそこなんだよ。そう、俺も覚えてる、そこ。黄色いハマーだよね。いや、グレーじゃん。あ、グレーか、そうだ、黄色じゃねえよ。その時の写真あるけど、あれ、本当に初めての雑誌の撮影だったよね、確か。いや、違う？メンズナックルとかでもやってる。それの方が先だね。俺じゃ初めてじゃなかった。あ、違う違う、レベルとして。あ、そういうことか。レベルを初に出したのはあれじゃん。そうだそうだ、まだあの時ゲームだったからね。まあ、ここ入れたよね、確かに。入れた入れた、ここに車止めれてたの。ここにハマーを入れて。イエスイエスイエス。ここにハマー入れて6人ぐらいで撮ったの。そうだね、あれが始まりだから。あれがレベルのお昼目だったと。そっからね、あの時オラオラブランドなんてなかったのにさ、何個できたんだろうね、最終的に。ね、相当できたよね。相当あったけど、もう今ほぼないでしょ。ゼロか、はい、そう、やばいね、時代のあれが早い。今どんどん早くなってる。あそこってなんかやっぱ最初だからかすごい印象あるね。あるよね。で、エックの事務所もこの辺にあったんだよね。あっちだ。そっちか、そうそうそう。いやー、行ってねえな、クラブ自体。何年行ってないんだろう。どんぐらい行ってん。いや、もう分かんない。何年だろう、何年だろう。渋谷のクラブとか行ったら5年は行ってない。最後に行ったらいつ。最後に行ったら分かんないよ。渋谷のクラブ、多分アトムは10年は行ってないんじゃない。まあね、うん、もうちょっと無理でしょ、俺行けないでしょ。でも行ったら行ったらギャルがいっぱいいて上がっちゃうね。上がっちゃうけど、ちょっとどいてよおじさんって言われちゃうな。毎日をしている。いや、分かる、分かんない。言われるの。いや、言われたら嫌だなって。相当若いねって言われない。いや、そんなに言われない。そんなに言われないな。言われない。言われたいと思って生活してるけど。昨日も毛穴パックとかしてたからね。何の話。ちょっと若くなりたいから。昔あれ渋谷っつったらさ、飯はだいたいモーパラ行ってなかった。いや、モーパラね、意外とうまいでしょ。いや、そうなんですよ。なんか下手な、なんかこなんかちょっといいですみたいな、うん、しゃぶしゃぶでなんかまずいところで全然いい。全然いいよね、わかる。マジうまいし、腹いっぱいになるし、食べ放題だし。モーパラのいいところは、うん、ごまだれがうまいんですよ。そうだよね、印象あるよね。ごまだれ派なんだよ俺。いや、ごまだれ大事でしょ。ポン酢よりごまだれですよ、ね、この話面白いですか。いや、使えるかどうかわかんないけど、とりあえずは話すよね。ごまだれ大事だからな。だから俺、モーパラのごまだれ買いたいなと思って。本当に濃いよね、なんか、ね、なかなかね、ないのよ、うん、いいごまだれが。こだわり派ですからね。あれ売ってくんねえか。売ってんじゃない。
いや、レジに。もう、いい加減売り出そうみたいな。絶対売った方がいいと思うけどね。なんか肉めちゃくちゃうまいのにごまだれこれかみたいなのも結構あるからさ、それさ、もうさ、台無しっていうかさ、いや本当にもったいないよね。だってなんならソースでさ、ごまかせるわけじゃん。いや本当そう、本当そうっすよ。そうでしょ。ちょっと汚染されちゃった、ね、どうしどうし、今日長い時間いたから、ね、どうしどうし、そういうの使っちゃうタイプになっちゃった、どうどうどうし、ソースかなんてまさかの。そんな令和では逆に流行るのかいやでも渋谷のセンターがなければイベントサークルに、イベさんのイベントには行ってないわけですもんね。あ、そうか、センター街でナンパしたのか。そう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 。いやーでも渋谷でナンパ成功例ってあんまりないですね。ない、正直ナンパに限らず多分渋谷でなんか、いやあるよ、めっちゃあれよ、なんだっけ、怖い思いめっちゃしてるから。怖い思い、もうほんと半グレの大将みたいな人に絡まれたこともありますか。なんでなんでなんで。いやあれね、喧嘩しているのを止めようとしたわけですよ、渋谷で。うん、そうしたら路上で、そう、うん、おしゃれな人がさ喧嘩しながら、うん、まさかそんなさ半グレの人とか知らないじゃん、うん、こっちの不良はさ、あの何、分かりやすい不良がいないわけですよ。まあそうです、そう、おしゃれな人だから。そしたらもうとんでもないモンスターでさ、もうそこら中の人をもう箱殴りにしてたわけです止めに入った人をね、うん、そんな思いもありますから、もう本当にもう二度と遊びに来たくないと思いました、その時。バディが喧嘩を止めに行ったの。そう、珍しいな。いだってだってトラブルなんて避けて通りたい人は。そう、でもなんでそこに飛んで火に入れた。まあ知り合いの知り合いみたいな感じの人だったから、まあさすがに飛びに行ったと。うん、したらもうとんでもないモンスターだった。後で聞いたらさ、あれはどこの人だって、みんなを恐れるみたいな人だった。だから怖いんだよ、地方の不良と違って地方は本当に分かるから。まあそうだよ、分かりやすくしてくれてるしさ。こっちはマジで分かんないんだよ。まあそういう怖い思いもしてますよ。酸いも甘いもですよ、渋谷は。すぐ殴られたと。いや、殴られはしなかったです。懸命に逃げたからもうまあそういう感じで。そういう感じでしたね、はい、で今日はありがとうございました。ありがとうございました。